議長。10番吉田康博君。どうもおはようございます。会派新生の吉田でございます。今年も残すところあと2週間余りとなりましたが、振り返ってみますと国内においても海外においても困難が山積する一年であったと思っております。いまだ感染の拡大が収束の兆しを見せない新型コロナウイルス感染症ですが、感染の拡大防止と治療に当たっておられる医療従事者とその関係の皆様方に感謝と敬意を申し上げます。そして海外に目を転じれば、ロシアによるウクライナ侵攻によって戦火の中で命を落とす多くの兵士や市民の姿に深い悲しみと憤りを覚えます。そして国連の限界を残念に思うと同時に、平和の大切さを訴えていきたいと思っております。国際紛争の影響からさまざまな資材や食品の高騰が始まりました。日本国内においても電気料金の大幅な値上げや国防費の拡大に必要な財源を議論する事態となり、我々市民生活にとりましても危機が迫っていると感じております。さて小部氏のことになりますが、今年は選挙の年ということで参議院議員選挙に始まり、市議会議員選挙、そして市長選挙と選挙が続いた年でありました。11月13日には小部市長選挙の告示があり、桜井市長の無投票当選が決まり、この12月7日からは5期目の任期が始まっております。まずは桜井市長に対し5期目の当選を果たされたことについてお喜びを申し上げたいと思っております。桜井市長が持つ市政の発展に対する熱意は多くの市民が高く評価するところであろうとは思いますが、我々議会も市長に負けないほどの熱意を有しております。この先も是々非々で議論してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは会派新生を代表して通告に従い一括にて質問させていただきます。今回の質問は桜井市政の5期目が目指す取り組みについて4項目の質問をさせていただきたいと考えております。質問に入る前に、11月25日に開催した議会報告会について紹介しておきたいと思います。従来は議員と市民が向き合う対話形式での開催でありましたが、今回は参加者が7つのグループに分かれ、少子化対策について話し合うワークショップ形式で開催させていただきました。7つのグループで発表された少子化対策としての意見を紹介しますと、婚活支援、妊娠出産支援、子育て支援、教育支援、住環境の充実支援、職場環境の充実支援、移住定住支援などに分類されます。中でも子育て支援には非常に多くの意見が出されており、この日の議会報告会における大きな収穫であったというふうにも思っております。そしてまた議会に対する期待の大きいことも強く感じているところであります。まず1点目の質問でありますが、桜井市長の当選が決まった翌日の新聞報道には、人口増対策としての三本柱に注力して、子育て日本一を目指すとあります。この三本柱についてであります。一つ目は婚活支援とありました。婚活支援にはこれまでも取り組んできたはずでありますが、新たな充実策があるのかお尋ねをしたいと思います。そして2本目の柱は、
不妊症、不育症治療のサポートについてとあります。これについても新しい取り組みをお考えでしょうか、お尋ねをしています。そして 3点目の、仕事と育児の両立支援について、これについてはですね、子ども医療費18歳以下の無償化ということで具体的に掲げていらっしゃいます。県内他の市町村については、五島方面が中心でありますが、すでに18歳まで入院費も通院費も無償化されております。子育て日本一というこのフレーズには大変大賛成であります。3歳未満児の保育料の無料化を打ち出すのが良いと考えております。この3歳未満児の無料化については、全国の中でも、保育料の完全無償化ということで、取り組んでいる事例というのはまだそんなに多くはないのですが、今現在は全国で20市ぐらいが取り組んでいるというふうに思っております。特徴的なのは、人口規模が3万人以下で、出生数の少ない市が多く取り組んでいる点であります。いくつか紹介したいと思います。秋田県にかほ市は人口が2万4000人であります。出生数は114人、4名であります。これは2018年の数字であります。で、医療費の無料化も18歳までということであります。もう一つ、大分県豊後高田市でありますが、こちらの方は人口が2万2000人、出生数が124名、そして医療費の無料化は18歳までというふうになっております。で、小矢部市はどうかと言いますと、今年も残り少ないのですが、令和4年の1月から11月末日までの出生数は130名であります。当市の3歳未満児は、公立保育所に174名、私立保育所に178名入所しておりますが、主食や副食費を除いて、保育料だけを無償化する試算においては、約5000万円の財源が必要となります。保育料の無償化というのは、大変大きな訴求力を有しております。このことをですね、しっかりとアピールすることでですね、出生数の少ない市であるがゆえに、この取り組みをすることによって、移住転入を、促進するという側面もあろうかと思っております。大切なことは、県内他市との差別化をどのように打ち出すかということでありまして、この3歳未満児の無償化が、この差別化においての切り札になるものというふうに考えております。言い換えると、選ばれる町を目指すということがですね、キャッチフレーズとして、子育て支援日本一の町、保育料の無料の町ということでですね、力強く宣言するのが効果的であるというふうに考えております。この点について、桜井市長の所見をお聞かせください。2点目は、イスルギ駅北口の整備についてお尋ねをいたします。現在、イスルギ駅の真正面にありました、稲葉農業協同組合の本店が取り壊しの最中ですが、稲葉農業協同組合の担当者は、来年5月までに解体を完了する予定であり、その後の予定については、小矢部氏と協議しながら進めていきたいと話しています。旧の8号線を走っておりますと、明るく電気のついた駅舎と図書館が単独で佇んでおります。今後のイスルギ駅北口が心配でならないわけであります。そこで、小矢部氏の取り組みについてお尋ねしていきたいわけでありますが、いわゆる、長部に住む住民からは、イスルギ駅の駅前というのは、いわば
小矢部氏の顔に相当するエリアであり、A コープ跡も農協本店跡も雑草が生い茂るようなことになったら恥ずかしいだろうとか、これはなんとか千難が出ないがかという切実な指摘を受けております。まあ、ビジネスホテルがいいとかですね、ファミリーレストランがあったらいいとか、生鮮スーパーがあったらいいとかですね、まあ希望は多々あるわけでありますが、企画政策部が中心になって民間主導型の企業誘致を展開しているものと思うのですが、現行の誘致支援策が決め手とならない場合は、小矢部氏の誘致活動の努力不足を嘆くような展開になりかねないと危惧をしております。県内でビジネスホテルがないのは、小矢部氏と船橋村だけだと揶揄されるほどの状況でありますので、市内企業からは、ビジネスホテルがないことを、半ば残念に、指摘があったり、中心市街地のにぎわいづくりの起爆剤となるようなホテル建設を目指すまちづくり会社を設立するなら、出資もいとわないとする市内の若手経済人もいることからすれば、小矢部氏がそのような会社にわずかでも出資する、そういうことで、さらなる機運の高まりと、市長を頂点とした小矢部氏の一体感が醸成されるものと考えております。令和3年に実施された市民アンケートにおいても、重要な施策テーマでありながら、毎回不満足の上位を占めているのが、商工業の振興、中心市街地の活性化、観光の振興であります。これが不満足の三本柱であります。もはやこの局面から逃げることはできないものと思っております。小矢部氏ができることの限界もあろうかと思うのですが、多くの市民が望むことであるなら、声なき声も含めて市民の声にどれだけ応えようとするのか、桜井市長の所見をお尋ねいたします。3点目は、公共施設の再編と小中学校の統廃合についてであります。3年前、令和元年12月に小矢部市小中学校統廃合審議会が最終答申を市長に提出しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される事態に突入したため、最終答申は棚上げ状態となっております。この間、小矢部氏の人口や出生数にどのような変化があったでしょうか。これまでの3年間の出生数をご存知でしょうか。今回の人口推移をどのように受け止めるのかという課題は、小矢部氏の教育環境が良好な姿で持続可能かどうかの判断をすべき課題であるというふうに考えております。先ほども申し上げましたが、今年の令和4年の1月から11月末日までの11ヶ月間の間に生まれた子どもの数は130名であります。最終答申に対して再検討が必要であると申し上げ、このことの質問をこの後させていただきたいと思います。第7次総合計画の後期実施計画では、中学校4校の大規模改修を順番に予定するのでしょうか。先生方の多忙化解消のため、部活動を地域クラブに移行する準備は整ったのでしょうか。生徒の送迎は誰がするのでしょうか。自転車で行くなら安全の確保はできているのでしょうか。
雪が降ったらどうするのでしょうか。そしてまた、学校現場の DX 化に課題は生じていないのでしょうか。さまざまに課題があるというふうにも思っております。中学生の貴重な3年間というのは、多くの同級生と過ごす青春時代のいわば人生の宝物といえる、そういった3年間だというふうに思っております。より多くの同級生との密な人間関係がふるさと愛を育むのではないでしょうか。さまざまに発生する課題に対する最善の選択は、中学校は一校であると考えます。我々市議会は平成29年2月に公共施設の総合管理計画に対する意見書を提出しましたが、このことを訴え続けて6年が経過しました。子どもの出生数はさらに減り続けていますので、これ以上の先送りはできないものと考えております。桜井市政を20年にわたって小矢部市政を20年にわたって舵取りする桜井市長の所見をお聞かせください。また公共施設の再編に伴って生まれる普通財産の売却についてですが、買い手がつかず放置されたままの普通財産についてどのようにするのでしょうか。決算審査の意見書においても普通財産について記述があります。貸し出すことを検討してはどうでしょうか。このことについてもお答えください。4点目の質問です。代表質問の締めくくりとしてお尋ねするのでありますが、20年間市長の職にあって、後々何を残したと言われたいかということについてお答えしていただきたいと思っております。今までの松本市長は何々を残した、大川市長は何々を残したとかいうことでありますが、桜井市長は何を残したのかと、どのように言われたいかなということをお尋ねしたいと思っております。本日は会派新生の代表質問として、4項目の質問をさせていただきました。桜井市長からの答弁をお願いいたします。市長、桜井盛雄君。吉田議員によります会派新生の代表質問についてお答えをさせていただきます。まず最初のご質問は、先般の市長選挙におきまして、公約として掲げさせていただきました少子化対策3本柱についてのお尋ねでございます。これはまあ議員もご承知かとは思いますけれども、本社は公益社団法人日本青年会議所が提唱いたしますベビーファースト運動について、子どもをより産みやすい社会にしていくという趣旨に賛同いたしまして、令和3年12月に小矢部氏はあったか子育て日本一を目指しますをスローガンとして参画を表明したところであります。ちなみに富山県は子育て環境日本一の富山県を実現しますというスローガンを掲げられております。でその上で、今の小矢部氏で効果的な少子化対策は何かと考えたとき、出生率向上のためには3本の柱を打ち立ててしっかりと取り組んでいく必要があるというふうに思っております。でまず1本目の柱は、結婚する意思はありますが、出会いの機会に恵まれない人たちを支援する婚活支援。2本目の柱は、出産を希望しているものの妊娠に結びつかない人たちを支援する不妊治療、不育症治療などのライフプラン。そして3本目の柱は、結婚をして出産を予定している人たち、これは主に共働きの世帯でございますけれども、こういった方々を支援する仕事と育児の両立支援、
これら三本柱に真正面から取り組むことが肝要であると考えた次第であります。でそこで一つ目の婚活支援の取り組みといたしましては、これまで婚活イベント、それから婚活スキルアップセミナーの開催、そして親部縁の縁結びさんによる婚活支援を行っており、今回、試験的に取り組んでいた男女それぞれ3人程度の少人数での引き合わせを定期的に実施することを考えております。でこのようにこれまでの婚活支援や活動に工夫を加えながら進めておりますが、一方で近年民間会社等の運営によりますマッチングアプリが成果を上げている状況も聞いております。しかしながらマッチングアプリにつきましては結婚を希望する人の出会いが容易である反面、その危険性についても取り沙汰されていることも承知をいたしております。でこのような状況から本市といたしましては、まずはマッチングアプリの運営会社が所有されている婚活に関する豊富な知識やノウハウについて、行政と連携や活用することができないか、そういったことについて、今後調査研究を進めていきたいと考えております。2つ目は不妊症、不育症治療などのライフプラン対策についてであります。本市は子どもを持ちたいと願う夫婦の希望を叶えるため、県内では先駆けて不妊治療費助成事業に取り組んでまいりました。また、国や県に対しても、不妊治療が保険適用となるよう働きかけを行ってきたところであり、本年4月から保険適用外でありました人工授精や体外受精などの特定不妊治療が保険適用となったところであります。で本市の不妊治療費助成事業につきましては、引き続き今年度も保険診療費や保険診療適用外の検査費および診療費にかかる自己負担額のうち、他事業で受けた助成金等を除いた額に対して、夫婦一組当たり1年度につき30万円を限度として助成をいたしております。また不育症治療費助成事業につきましても、県内でいち早く実施をしてきたところであり、これは引き続き取り組んでまいります。でこれらの事業につきましては、今後も国や県の動向に注視しながら利活用しやすいように必要な改正を今後してまいりたいと考えております。またこれらの治療を受ける際には仕事を休んで受診するなど、周囲に治療を相談しにくい状況もあるのではないかと推察されることから、不妊治療や不育症治療を受ける人が気を使うことなく休暇を取り治療が受けられる環境を整えていくことも必要なことであると考えております。希望する人が治療を受けやすい社会や、子どもを持ちたい夫婦の希望を叶えることができる社会となるよう、啓発にも努めてまいりたいと考えております。3つ目は、仕事と育児の両立支援対策についてであります。保育所、子ども園の保育料につきましては、令和元年10月から、3歳以上時の保育料を無償化する国の幼児教育保育の無償化制度が始まったところであります。で議員が例示されました他県の市のように、国の無償化対象をさらに拡充させ、3歳未満時の保育料および全児童の復職費を独自事業により無償化している自治体もございます。で本市におきましては、3歳以上時の保育料は無償化となりましたが、復職費は負担をしていただいており、3歳未満時は復職費を含めた保育料を納めていただいているところであります。ご提案がありました3歳未満時の主食や復職費を除いて保育料だけを無償化し、保育料無料の町を宣言されてはどうかとのことでございますけど、実施をするためには、試算されたとおり、年間5000万円程度の財源が必要となります。
ご意見は大変参考になるというふうに思っておりますが、多額の財源確保が毎年必要でございまして、市全体の予算との兼ね合いもございますことから、引き続き予算編成の中で検討を続けてまいりたいと考えております。ご質問の2点目は、逸鶴駅北口の整備についてのお尋ねでございます。議員ご指摘のとおり、本市の玄関口であります逸鶴駅周辺、特に駅北地区については、A コープ小矢部店、稲葉農業協同組合本店、それから日本通運逸鶴営業所の解体により、土地の利用が大きく変わる転換期を迎えており、現在、これらの跡地にふさわしい業種として、ビジネスホテルや集合住宅、ドラッグストア、ファーストフード店などの商業施設等を念頭に置きながら、誘致活動に取り組んでいるところであります。で、議員ご質問のビジネスホテルにつきましては、誘致の中心として捉えてはおりますけれども、ホテル関係企業との面談、それから協議では、一様に自動車移動が主体である地方都市では、駐車場が確保できるロードサイドへの進出が現実的との回答でございました。これまで本市では、逸鶴駅周辺への誘致に尽力をしてまいりましたが、今後は商業施設の集積が進むアウトレットモール周辺のロードサイドにも誘致エリアを広げ、宿泊施設の誘致に取り組んでいきたいと考えており、このことを伝えるために、11月に入り、私自身も誘致に足を運んだところであります。これまでの逸鶴駅周辺のへの誘致に比べ、ロードサイドへの誘致では、これまでにない好感触を得たと実感をしているところでございます。いずれにいたしましても、逸鶴駅周辺、特に駅北地区につきましては、会社員、高校生、観光客など、多くの人々が行き交うエリアでありますので、集合住宅や商業施設など、小矢部の顔にふさわしい施設の誘致により、再整備を進め、町のにぎわいづくりに結びつけていきたいと考えております。ご質問の3点目は、公共施設再編と第7次総合計画の後期実施計画について、とりわけ小中学校の統廃合についてお尋ねでございます。令和2年度に策定の予定でありました小中学校再編推進計画につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮して、安全に保護者や地域への説明会などを開催することが困難であると考えたことに加え、国立社会保障人口問題研究所の新たな人口推計が令和5年3月末に公表される見込みであることから、策定を令和5年度へ延期をいたしております。で、その間も本市の出生数は令和元年12月の市小中学校統廃合審議会の答申時の見込みを年々下回っており、令和元年度は148人、令和2年度には158人、令和3年度には140人となっております。本年4月に小学1年生が205人入学したことと比較いたしますと大きく減少しており、今後もこの傾向が続くものと認識をいたしております。で、中学校の大規模改修につきましては、第7次総合計画の後期実施計画に、まずは老朽化が著しい逸鶴中学校の改修を位置づけたいとしておりますが、これにつきましても、再編計画の方針を見据えつつ、改修内容、それから時期を精査していきたいと考えております。また、審議会の答申では、市内一中学校へ統合する案について検討された結果、約40年後に市全体で1学年、4つから
4から5学級の学校規模になると推測をされること、それから校舎を新設することが望ましく長期的な財政計画が必要であると考えられることの理由により、今後の長期的課題として検討を続けることが適切と判断をされております。従いまして議会からご提案をいただいております、市内に中学校は1校も選択肢の一つとして排除はいたしておりません。でこれらのことを踏まえつつ、児童生徒にとって、最も望ましい教育環境はどうあるべきかを念頭に置きながら、地域や保護者への説明会の開催など丁寧に取り組みを進め、適切な内容の小中学校再編推進計画の策定を進めていきたいと考えております。次に遊休私有地対策について、売却促進賃貸活用のお尋ねでございます。保育所など廃止いたしました財産のうち、今後活用する見込みのない土地や建物につきましては、令和2年度に旧若林保育所を、令和3年度に旧東神田保育所グラウンドを、令和4年度には旧松沢保育所を売却するなど、着実に財産処分を進めてまいりました。また売り払い広告を行ったものの購入相手がいなかった物件につきましては、最初の売り払い広告から1年経過後に再度鑑定評価を行い、予定価格を見直して継続して売り払い広告を行っているところであります。でさらに遊休私有地につきましても、民間事業者などから賃貸借の申し出があった土地につきましては、市による将来的な活用見込みを検討した上で、当面活用する見込みのない場合は、太陽光発電事業や食品スーパーマーケット事業、高速道路メンテナンス事業を手掛ける民間事業者などに貸し付けを行い、収入の確保に努めているところであります。ご質問の4点目は、市長の職にあって何を残したと言われたいかとのお尋ねでございます。先ほども議員の方からご紹介ありました、若干質問の趣旨は違うかも分かりませんけれども、以前にも同様のご質問をいただいたことがございます。その時のご質問は、松本元市長はメルヘンの町という名を残された、大岡前市長はクロスランドの町という名を残された、さて桜井市長はアウトレットモールの町という名を残したと言われたいかとのご質問であったかと思います。で何を残したかと言われたいかと問われれば、それは自分が申し上げることではなく、後世の方がご判断されればよいことであり、そういう意味では今私がここで申し上げることはいささかおこがましいのではないかなというふうに思っております。でただ就任以来一貫して心がけてきましたことは、我が小矢部市が持続可能な自治体として存在感を高めることを優先してきたことであります。でその結果がアウトレットモールをはじめとした企業誘致であり、伊豆林駅周辺事業などの社会資本の整備であります。加えて市民の皆様方の声を直接聞き、その声を政策として練り上げ、そして実践をしてまいりました。これはもちろん限りある財源の中でありますが、そこは職員の皆さんと知恵を出し工夫をし、最小の経費で最大の効果が出るよう努めてきたところでもあります。突き詰めれば、第6次、それから第7次総合計画に掲げております、住んでみたいとそう思っていただける魅力ある小矢部市に、住み続けたい、そう思っていただける安全安心な小矢部市に、そして住んでよかったと、そう思っていただける充実感ある小矢部市、いわゆるまあ魅力、安心、充実、幸せ小矢部の実現に、少しでも近づくことができるのではというふうに思っております。で私自身政治の要諦といたしております孔子の言葉、近き者喜び遠き者来たる、
まあ、すなわち市民の皆さんにありがとうと、そう言っていただける政治を実現できれば、それを聞きつけて、次の住処を小矢部市でという定住の波が起きることを信じて、これからも精進を重ねてまいる所存でございます。ぜひ議員各位にも魅力、安心、充実、幸せ小矢部実現のため、お力添えを賜りますようお願い申し上げまして、会派申請の代表質問の答弁といたします。よろしくお願いします。10番吉田康弘君。今ほど桜井市長の方から丁寧に答弁をいただいたわけでありますが、4点再質問をさせていただきたいと思います。地元、新聞社の、報道の中で、桜井市長の今後の抱負という中に、見出しとして子育て日本一というフレーズとですね、あったか子育て日本一というフレーズとですね、2つあるわけですが、私は子育て日本一ということで、保育料の無償化にしっかりと取り組んでいただきたいと思っておるわけでありますが、今ほどの答弁であれば、なぜかちょっと慎重な様子が見て取れるわけでありまして、その辺のところをですね、ぜひしっかりとした取り組みでお願いしたいと思っております。このあったか子育て日本一と言わずに子育て日本一ということでお願いしたいと思いますが、答弁をお願いしたいと思っております。それからもう1点、いずる駅の北口でありますが、今民間会社に、そこに、企業誘致ということでですね、取り組んでおる敷地のですね、南側といいますか、市営駐車場の乗り面とかですね、その糊面のところを流れる水路でありますが、これは本来市が管理すべき水路であり糊面でありますが、雑草が生え、そしてまた水路の中には、十分な管理が行き届いていない状況がありですね、大変見た目も悪いものであります。まあ、こういったところをですね、きちんと整備をして、その民有地と駅ロータリーとの間のその接続が、まあ水路の、その、まあ、泥上げ場程度のところがですね、歩行者はそこへ行けるというふうな条件づくりをしてやることでですね、敷地の魅力が高まり、企業誘致がしっかりと前向いて進むんでないかというふうに思っております。そういったところについての考え方をですね、改めて市長の熱意ある答弁を今ほどいただいたわけではありますが、その点についてお尋ねをしたいと思っております。それから、3つ目ですが、小矢部市小中学校統廃合審議会にですね、もう一度諮問してみればどうかと思っております。これまでの諮問の仕方でありますとですね、諮問したことに対して切り口を変えて答申したような、そういう経緯であったというふうに思っております。で、ここはズバリとですね、中学校は1校とするのが最善の選択か否か、それはいつかという、そういうテーマで諮問されたらいかがでしょうか。40年という歳月のですね、今この議場におる人は誰も生きとらんような40年先の話にしてですね、この統廃合審議会の中での中学校1校でいいというふうに論じるのは、あまりにも時間軸をですね、大きく伸ばしすぎだというふうに思っておりますので、こういったしっかりとした直球で、統廃合審議会に諮問されてはいかがかと思っております。そのことについて、ご答弁をお願いします。で、4点目ですが、その公共施設の再編によって生まれる普通財産ですけれども、この学校の再編に取り組むことによって生まれる広大な普通財産、これをどうするかということが一番大事なところなんですよ。保育所の跡地を売却した順調に進んどる、そういったことではなくてですね、この将来を見据えてどう考えていくか、このことが今、桜井市長に課せられた課題なんですよ。ですから、この公共施設の再編というものについてですね、どう取り組んでいくのか、
そのことをですね、問いたいと思っております。なぜこれはですね、小矢部市の普通財産でありますから、広大な敷地であります。どう最適利用するか、このことを考えなくてどうするのかということであります。以上4点の再質問をさせていただきました。答弁をお願いします。市長、桜井盛雄君。再質問4点いただきました。まず1点目、某新聞では、子育て日本一と書いて、あったが、よくよく聞いてみると、あったか子育て日本一というので、どう違うのかということであります。これは、先ほど答弁もさせていただきましたとおり、青年会議所さんが提唱されますベビーファースト運動について、小矢部氏はあったか子育て日本一を目指しますというふうに、スローガンとして掲げさせていただきましたので、それをその通りに述べただけでありまして、ちょっと多分いろんな新聞報道があったと思いますけれども、その辺はちょっとどうか分かりませんけど、あったか子育て日本一を目指すというのは、本当のところでございます。で、そんなまどろっこしよりも、やはり子育て日本一として、取り組めば、おそらくそういうご質問だったかというふうに思います。当然ながら先ほども言いましたように、令和5年には国の方で子ども家庭庁が、いよいよ発足をするということであります。これは少子化対策もそうですけども、やはり国策としてやっぱりしっかりと取り組んでいって、当然、県も市町村、地方自治体も一緒になって取り組むという形でないと、なかなかこれ人口問題に、取り組めないということであります。当然ながらそこにはもう財源がついて回るわけでございますので、私個人的にはその子ども家庭庁というところには非常に期待感を持っておりますので、そういう意味では国の動向にもしっかりと注視して、歩調を合わせていきたいというところであります。それから2点目は、伊豆駅北区地にある、エコープ小矢部店がいよいよ解体されまして、さら地になったということであります。そういった中で見えてくる塗り面、あるいは水路等々の老朽化がちょっと見えてきたと、私有地であり、私有物であり、しっかりとそこは、直していかなければいけないかという、そういうご指摘だろうというふうに思っております。そこの部分が改修が必要なことは、これまでも現場も何度か見に行き、そして予算編成の中でも常に協議をしてまいりました。しかしながらこれ改修区間結構延長が長く、加えて高低差もございますことから、なかなかやっぱり単年度で改修できるのはなかなか予算の兼ね合いからちょっと厳しいなというようなことでありますので、しっかりとこれは、第7次総合計画後期実施計画の中で、腰を据えてやっていかなければいけないというふうに思っております。道路につきましても同様でございますので、現場を見られるデベロッパーの方に本当に魅力的な敷地というか土地であるなということを思っていただけるような、そういうふうにこれからしっかり取り組んでいかなければいけないというふうに思っております。3点目は何だっけ。3点目は
その中学校は1校とすることを、小中学校統廃合審議会に諮問してはどうかということであります。まあ、確かに40年ということになりますと、非常に長いスパンであります。まあ、何人かはご存命の方もいらっしゃるんだろうと思いますけれども、まあ、そういう意味では、まあ、議員ご指摘のとおりだろうというふうに思っております。まあ、ここは今、総合教育会議等々でも、少し議論として投げかけてですね、まあ、その了解の下で、またそういう中学校統廃合審議会に、かけるかどうかということも、その総合教育会議の中で協議もさせていただきたいと思っております。それから4点目は、学校敷地が普通財産になったときには、非常に広大な、まあ、建物、土地となるわけでありますので、これを企業誘致に生かせないかということであります。まあ、もちろんおっしゃる通りでありますので、当然、そういうことになればですね、まあ、今のうちに、まあ、そういう当たりをつけていくというか、そういうことも必要かと思いますけども、ちょっとまだここは時間をいただいて、いろいろ検討もさせていただきたいというふうに思っております。10番吉田康弘君。まあ、再質問4項目ご答弁をいただきました。大きなチャンスを持っているということを頭の中に置いといていただきたいと思っております。そしてですね、さまざまな課題があろうかと思うんですが、どうしたらできるのかということをですね、市長を先頭にしてですね、職員全員で考えるような、そんな小矢部氏の体制になっていただけないかなと思っております。こんなふうに決まってるから無理です、お金がないから無理ですというのではなくて、どうしたらできるかということをですね、市長先頭に市職員一丸となって頑張っていただく、そんな小矢部氏であっていただきたいということをお願いして、代表質問を終わりたいと思います。以上です。